ハロー YouTube、トゥインクルコーポレーション所属、あ、芝です。今日はですね、2022年12月の30日金曜日でございまして、今日ちょっとびっくりするニュースがありましてね、昨日29日、僕の大好きな、デザイナーのビビアン・ウェストウッドさんが81歳でお亡くなりになったということでございまして、まあ、とても寂しく思っております。で、まあ、今日はなのでこれから、表現ドラマチックの配信なんですけれども、もうこんな感じで今日は全身すべてビビアン・ウッドで、来てきました。でですね、まあ、配信これからするんですけど、もうメイクもパンク調のメイクにしようと思っております。まあ、メイクしながらね、ちょっとその僕がどうしてビビアン・ウェストウッドが好きなのかとかお話ししていきたいなというのを思っております。じゃあちょっとメイクの方よろしいですか。はい、じゃあお願いします。報酬は取ったのでね、髪の毛もツンツンヘアにしようかな。まあ、驚きましたけどね。まずメイクをしながら喋るっていうのも初めてなのでちょっと面白いですけど、まずビビアン・ウェストウッドがまずどうして僕が好きなのかっていうところからお話ししていきたいなと思うんですけど、まず遡るのはもう中学生になります。で、小学6年生ぐらいから洋楽が好きになって、まあ、マイケル・ジャクソンもそうですけど、いろいろ聞くようになったわけですよ。で、ロック、ヘビーメタル、ハードロックと聞いてたんですけど、まあ、パンク、ロックという音楽を11かな、聞いたんですよ。その時は、まあ、やはりピストルズだったんですけど、まあ斬新なこう音楽で、すごかったな。なんだこれはと思って。でもそのパンクロックというそのいわゆるこう反社会的、その反社会的って今でいう反社とかそういうことではなく、まあ若者たちのこの、気持ちとかを、まあ、音楽にぶつけてっていうこのエネルギーとかが、まあ、その当時僕も中学生で、その頃の日本の若者っていうのもなかなかこう、ワイルドというか荒れてる結構時代ではあったんですけど、まあ、そんな中パンクってすごく音楽で発信するっていうのいいなと思って、で、まあ、まずパンクロック聴くようになったわけですよ。で、最初はまあピストルズだったんですけど、だんだんクラッシュだったりとか、もっとコアなところでいくと GBH とか、まあ、そういった、音楽を聴くようになって、で、まあこうその頃ブレイクダンス、もう当然もうダンスも始めてたんで聴いてるんですけど、まあ、音楽全般聴いてたわけです、うん、で日本にも、たくさんのパンクロックバンド、スターリンとか、あとラフィン・ノーズとかいろいろいまして、でそこももちろんこう聴いてたんですね。あ、当時トイドールズというイギリスのパンクバンドも好きでしたね。今僕ら人形ぶりとかやってよくトイとかドールズとかって使ってますけど、よくよく考えると僕は中学の時からトイドールズっていう言葉を使ってたんだなって今気づきましたけど、ね、まあ、そんな中パンクのファッションっていうのがかっこいいなと思って、ああいうライダースに秒を打ち込んでだったりとか、髪の毛ツンツンだったりとか、あとガーゼシャツっていうのが当時あったんですけど、ガーゼシャツとか
で、札幌にヘビーメタルの店とかあって、時々行って僕服とか買ってたんですけど、休みはおばあちゃん家行くんですね、札幌に。で、そこの、音楽ショップ行くんですけど、ただパンクファッションっていうのは、まあ、なかなかないんですよ、これがまた。だからなおさらこう貴重というか、かっこいいなと思って、どこ行っても売ってなくて、でいわゆるこう網やみの、大きなこう網やみの、僕最近も着てたりとかしてるんですけど、ニットのこう網だったりとか、よくよく考えるとパンクって結構ボーダーも着てたりとかしたな、パントマイム近いね まあそんな、あとちょっとダメージジーンズとかね、まあ、そういうの着るんですよ、かっこいいなと思って。なので修学旅行東京に来たんです。行きましたよ、原宿に。原宿に行って、そういうパンクファッションショップがあるわけです。行ってね、買いましたね。まだビビアン・ウエストウッドのことは僕は知らないんですよ。で、ピストルズというとね、まあ、シドビシャスとかね、すぐ出てきますけど、マルコム・マクラーレンって方が、いわゆるプロデュースしてたわけです。マネージャーもしていて。で、その方が、まあ、いわゆる、ビビアンとこう仲良くなって、まあ、息子さんもいるんですけど、で、パンクムーブメントをこう盛り上げていくというね、シーンを盛り上げていくんですよ。で、その時点で僕はまだ知らないんですよ、ビビアンの存在が。で、僕は18から東京に出てきます。で、東京に出てきてるって来た時にはもうどっぷりヒップホップなので、まあ、ファッション的にはヒップホップなんですけど、でも、なんだろう、そのダブダブの服とか、そもそも痩せてるんで、本当にダブダブすぎるという ことで、ポッピンという踊りが好きだから、そもそも体のラインを見せるような踊りなんで、まあ、あんまりダブブカブカした服は、そもそも好んでないんですけど。で、パンクファッションが前提にまず好きっていうのがあるので、そこでビビアンを知るんですよ。何かです、どう知ったのかちょっと忘れました。で、調べると、もうピストルズとこんな関係あるし、なんならもうパンクシファッションのシーンの、ね、先駆けじゃないですか。っていうのを、まあ、だから18、19、20か、その辺ですよね、って知るわけです。で、まあ、またそのビビアンのファッションがまさに僕がその、学生時代求めていたもので、わあ、これだって思ったんですけど、いやー、高いですよ。もう、その時の僕にはもう全然買えなくて、まあ、そのいわゆるハイブランドって言われているブランドよりはもちろん少し、ね、価格も求めやすいものではあるんですけれども、それでもやはり高くて、で、まあ、いつかはビビアンみたいなのあったんですよ。まあ、とはいえずっと買えずじまいでいたんですね。で、やっとその、何でしょうか、買ったりとかできるようになったのが、まあ、買う、もうそれこそやっぱり40ぐらいですよ。で、まあ、テレビとか出るようになり始めて、で、少しずつこうお金も、ね、少しずつこう稼げるようになってきて、で、買ったわけですよ。で、まあ、それでもやはりそんなにね、しょっちゅう買えるものではないので、まあ、自分へのご褒美としてこうそのビビアンのグッズを買うようになったんですけど、でね、それでもやっぱりなかなか僕からしてみると高価なので、
普段着にはとてもじゃないけど僕はもう着れなくて、でまあ最初からそうなんですけど衣装として、ちょっと喋られません。どうぞ。いや全然全然、いや僕が喋られない、これ集中し、皆さんちょっとしばしお待ちください。方がいいのね、あ、ちょっと伝えていただけますと、うん、じゃあちょっと喋り続けたいと、喋ると顔動いちゃう、大丈夫ですか？大丈夫です、開けてもらっていいですか？あ、じゃあ一回ちょっと確認お願いします、はい、これでこっち、こっち、端っこだけ、うん、はいはい、大丈夫ですか、うん、え、まあいいよ、やってて、で、どこまで話しましたっけ、ください、でそれから少しずつこう自分のご褒美として買うようになったわけです。でまあ何か収録とか終わったらご褒美とか、あとはまあ番組に出る前に買ったり、あとはまあ振り付け仕事とかでもそうですけど、少しちょっと大きいのを終えたら買ったり、よく撮影現場とか行くとやっぱりスタイリストさんとか振り付け師もそうですけど、監督もみんなおしゃれなんですよ、すごく、ね、特にねスタイリストさんはもちろんですけど振り付け師もね結構おしゃれなので、その現場入る前にやっぱり新しい服を、ビビアンを買って、で、収録シュートに臨むと、まあ、そんな感じだったです。で、まあ、なのでそうね、本当に40過ぎてからですよ、好きなビビアンが買えるようになったのは、だからまあ何でしょうか、その若い時に欲しいなとか憧れてたファッションがビビアンなので、なので今ビビアンとか着るんですけど、でもその僕にとっても大切なブランドウェアなので、舞台とかそういうメディアの時に着てます。いやとはいえ最近、まあ、僕も53ですけれども、まあ、テレビのニュースでね、今までその僕が、まあ、いわゆるその学生時代にいろいろ活躍していってた方とかね、まあ、こうどんどんこういなくなってしまうと非常に寂しいですね。若い時の自分が若い時のスターってなんか永遠みたいな感じがしちゃって、そうじゃないんですよね。まあ、なので今日はいろんなこう気持ち、思いでこの後の、収録したいなというふうに思ってます。
だからそう考えると僕のあのファッション普段着のセンスもパンクロックから来てると思います、うん、改めて今回考えたんですけど、うん、まあダメージジーパンはあんまり履かなくなりましたけど、うん、まあ、なので今日は靴下もズボンも中に履いているレギンスも服も T シャツも帽子もベストも、ストールも今日は全部ビビアン・ウェストウッドで固めてきました。そしてメイクはハンク調にはハンク調っていうかモデル調かな。いいよ、なんかすごい奇抜で赤とかでも っやっちゃってください。もうちょっと色を落ち着かせてから、うん、はい、そうなんですよ。まあね、今まだ大丈夫だね。で今日そうそう、だからまあ金曜日まあ、最終日ですしね、後で映像見てくださったら分かるんですけど背景もロンドンになってますよ、うん、あれこの間ね、誠君はビビアン・ウェストウッドとかってもともと知ってた、はい、名前は知ってましたけどね。さすがに知ってるよね。イギリスのブランドっていうのは知ってた。は知らなかった。あ、知らない、ね、ってことはパンクファッションのもう先駆けっていうのも知らない。そうだよね、でも知らなきゃ知らないよね、うん、どうでしょうか。普通にかっこよくなったんじゃない、これ。最近のまあフリーブちゃんに調べてもらったら、僕なんかなんかモデル、もうそういうパンクとかっていうかビビアンのモデルって言ったら目の周りが黒いようなイメージがしてたら、意外とそうじゃなくて、それってもう7、80年代の話で、今割と明るい色が多いでしょ。そうですね、オレンジを塗ってらっしゃる感じですね。なんで時代とともに進化をしているのかな。まあ、そりゃそうだよね、ファッションこそだよね。ちょっと目開けていただいて大丈夫ですか。でもそのビビアンはファッションも例えばその服のリサイクルについてだったりとか、環境問題はもちろんなんだけど政治にもそうだし、そういったそのいわゆる活動家っていうか運動家、活動家でもあるんだよね。そうですね、こう政治的なメッセージを、うん、といったわけで、ね、81歳、でもね、ずっと素敵でらっしゃって、本当まあといったわけで今日は私は君のパンクで言っております。大丈夫でしょうか。わかんない、ちょっと見えなくて、メガネしてない。お願いいたします。おー、ぽい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 けど、もっと目、あ、かっこいいね、すごい、もう、あ、すごいすごい、これを、あ、でもこんなもんかね、もうちょっとどぎつくはすると 今日の持ってるものだと、これでちょっと限界、黒いアイシャドウとか持てないので、この周りのこの茶色いのいいね。はい、うん、これはないの。なんかここ、ああ、塗りますよ、大丈夫ですよ。それはやりましょう。塗るっていうか、その例えばオレンジとか、オレンジじゃあれか、チークの色、濃い色とかして、あ、いい感じです。
近のだと、なんか、真っ黒の、なんか本当ライン、太いラインを入れたりとか、そういうのもコレクションで使ってたりして、はい、メイク、あの、メイクすごい斬新なものがあって、いいかなと思います。なんか帽子かぶんなくて髪立てたくなってきたな、ボサボサボサと。ないもんね、ワックスとかも。俺も持ってます。一回帽子。実は持ってないですよ。あ、ないですね。実はサラサラですもん。小津君はもう最近坂本龍一だから。龍一生。教授だから。まずは一番お気に入りのお湯はここどんなものですか。え？これあの服っていうかあのネクタイがすごい気に入ってんだよ、ね。この間あの絵画の、絵画になってるの、額縁になってるの、あのピンクの、絵画コレクションでしたもんね、この夏、そうそうそう、春夏がね、さてとご確認いただけますでしょうか。おお、いいですね。このここの黒いのもうちょっと黒くしようか、目の下、目の上は難しいのかな、目は上はいいや、下だな、じゃあ頑張って目開けてるから、ちょっと上を向いて押しとる、押しとっていただいた方がいいですね。ゆびやん喜んでるかな、ゆびやん喜んでるかな、なんか喜んでるかな、日本のファンが、ファンがビビアンって言ってるよって。でも80歳ってすごく長生きですよね、マツさんは行きつけのお店とかあったんですか。うん、青山、青山なんですね、青山ビビアンウェストウッド、どうでしょうか。なんか髪の毛ももうすでに斬新に見えてきた。すでになんかすでにね、メイクしたら髪の毛こんなでもね。髪の毛なんかしたくなっちゃったけどな、もうしていくか。はい。はい、というわけでメイク完了。どうでしょうか。というわけで、まあ、このあとね、配信の方あります。頑張りたいと思います。ビビアン・ウッドさんは亡くなりましたけど、ビビアン・ウッドさんの魂はこれからもずっとこう、服になって続くでしょう。僕もね、より一層なんか着ていきたいなって思ってます。というわけで、安らかにお眠りください。